一品。二の丸まで攻め込んだが、こっからが本番じゃ。みんな気抜くなよ。そうだね、やろう。小田原城は難攻不落だ。その意味、てめえらの身に教えてやら。ヘモン、あっちゃ、我が軍を分断するとはやりよるの。急いで孤立した味方を救い出すんじゃ。開門、すまん、助かったぞ。片富との連携が断たれたか。至急策を講じねばなるまい。官兵衛殿のことです。対応策はすでに頭にあるでしょう。三の丸の敵を撃ち、城の包囲を崩してやる。二の丸は絶対渡さない。ここで全員息の根止めたる。工場内には内通者がいる。が、今は寝返らせるべき時ではない。敵の心を折り、降伏させるんだ。敵が劣勢の時に内通者を出させればいい。官兵衛殿もそう考えているはず。まずはこの戦況を変えなくてはなりません。包囲されてなお内外から攻めてきよるか。北条の底力、敵ながらあっぱれじゃ。三の丸が劣勢か。ご詰めを出せ。小田原の包囲無理くり解いてやろお見事です。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。この戦果、次の一手につなげなければ。敵将、討ち取ったよ。なんじゃ。敵将、討ち取ったよ。ここは引くぞ。はい、そうだね、やろう。そうだね、やろう。あたしとやる気？負けないわよ。おお、ようやった。戦もはかどるわ。あたしは引くわ。親方様、姫様、ごめんなさい。こちらは平静を取り戻しました。外の味方と合流できれば良いのですが。みんな、敵の分断作戦をよう跳ねのけだ。ここらで一息寝よう。まい、息つく暇はないぞ。豊臣の後継者のうち、よう混沌。
秀嗣様、危ない。あとは毛利が何とかします。敗北条件変更。残念でした。また出たよ。余興は賑やかな方がいい。ここで言ってない。テルモトが粘っていますが、時間の問題ですね。風魔を打ち、ステグルワの火を止めましょう。小太郎がかき回している今が抗議だ。豊臣の本陣をかさらえ。北条も粘るぜ。秀嗣と本陣を同時に狙ってきやがった。本陣に入り込まれてはかなわぬ。敵の進行を食い止めねば。お見事にございますな。これぞ本領。本領。これは見事なお手並み。お見せしましょう。へえ、なんとか守りきれたな。猿の天下、所詮先を言う。テルモトなりに頑張りましたね。勇み足については後でゆっくりと。みんなよう耐えた。こっから反撃じゃ。まずは俸禄で本丸を攻撃するで。ハイボン。今じゃ全軍天守に突撃せ。ここは通さぬ。北条の結束は永遠に不滅だ。わかりました。戦況は変わった。そろそろあの策を実行しようと思うな。相変わらず果断即決ですね。まずは互いの無事を喜んでもよいのでは。はい、わかりました。敵将撃ち取ったよ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。北条の魂まだ尽きぬ。本丸へは誰も通さんぞ。体勢は濃厚だっちゅうにまだ抵抗するか。北条はまことしぶといの。秀吉様、かの車には内通者がおります。奴らに門を開かせましょう。開門。ようやった神戸。よし、東からも本丸へ進め。門を無血で開け、敵の戦意も下げましたか。さすがは神戸殿、いい仕掛け時です。開門。はい、どうも。にここまで来たか。俺と一緒に乱世こう思ってみやがれ。北条のお殿様を守るんだ。猿の軍を関東から追い出せ。てもらう。見上げた野郎だぜお前は。
手出してくんなら騎士が気は向くぜ。矢を筆に持ち替える日も近くなったかな。力負けしているか。ここまではうまくいきましたね。天下平定、ここに相なった。皆の者、大義。これで太平の世はなった。兵もようやく読書三昧の日々を過ごせるな。ええ、ですが輝元がちょっと心配です。隠居する前に釘を刺しておきましょう。